皆さんこんにちは。暑くなりましたね。今日は、貝を描いてみます。はい、こんな感じにしましょう。それからきゅうりを描きましょう。はい、描きますよ。サザエはですね、中から描きます。筆で描きましたね。くるくる、もうほんといい加減でいいんです。こういうのね、くる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 、ここちょっと大きくしましょうか。そしてトミトミがあるんです。トミトミ、なんか冠のなんか先っちょみたいなね、こんな感じ。それからまたくるくるしてトミ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 、それからもう小さく積み重ねればいいです。はい、できましたね。簡単でしょ。さあ、こっちはスースー、はい、貝ですね。じゃあさっさっと線描いていきましょう。さあ、色塗りますよ。私ね、前のね、YouTube の中でね、とんでもない間違いをしました。もう娘がね見ててね、お母さん何間違えとるの、花の名前が終わる頃には違う花の名前になってたよ、恥ずかしいねって言ってね、言ってくれました。と思って見直したら本当に間違っていました。さて、それをクイズにいたします。何の花と何の花を間違えたでしょう。花の名前2つを書いて、コメントをくださるか、私に絵はがきで答えを書いてください。何か素敵なプレゼントを送りますので、プレゼントが送れるように住所氏名書いといてね。あ、郵便番号も書いといてくださいね。何の花と何の花を間違えたのでしょう。花の名前2つを書いてください。本当にね、私ね毎回間違えるんです。教室で書いててもね、はい、これ書きますよって、はい、これできましたって言った時にはね、もう完全に違う花の名前になって、ちゃんと分かってるんですけどね、喋ってるうちに間違えちゃうのね。もうやだわね。だからちょうどいいからクイズにして、私何か素敵なプレゼント送りますのでね、どうぞコメント欄でもいいし、はがきでもいいから送ってください。お待ちしてます。はい、そんなこと喋ってるうちに欠けてしまいました。暑さのお見舞いにします。そのお見舞い、はい、書きました。そうね、水色でちょっと涼しげに紙かきをしていきましょうか。トン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 ね、はい、さあ涼しげになりましたよ。はい、できました。じゃあ今度はきゅうり、今朝いただいたきゅうりを描きます。これは割り箸でいきましょうか。朝どりきゅうり美味しいですよね。割り箸でいきますよ。ふう、お、太くなりました。ひゅー、きゅうりはね、私あんまり太くなっちゃうのよりもちょっとこじんまりしてた方が好きですね。ね、私もね、畑作ってた頃にね、なかなか畑行けないでしょ。行った頃にはね、すんごい太いきゅうりになってね、地面にねブスッと刺さってました。ほとんど食べられなかったね。畑をやめたら玄関に野菜がなるようになりました。みんなが作ってないから持ってきてくれるんですよね。はい、こんな風に3本、お尻の方を描いてみました。これは、少しお尻の方ね、ちょっと薄いからね、黄緑塗っていきましょう。ちょっとね、そして私ね、たくさんいただくとね、きゅうりのきゅうちゃん漬け作るんです。美味しいよね。そしてちょっときゅうりは色が濃い方がいいので、青草と本藍を混ぜたのでスイスイといきますね。
少しどこかを開けといた方がいいかな。光って見えてね、こういうふうにちょっと開けといた方が。はい、スイ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 、このくらい濃くっていいかな。それからこっちもなんか濃い方からいった方がいいね。ちょっとやりにくかったらこういうふうに反対にして色塗っていただいていいよ。その方がこう右利きの人はこっちの方が描きいいかもしれないね。そうそう、それからもう一つ、スイスイ、こういうのはねこうやってブチブチ切らない方がいいね。スイ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 と、はい、描きましたよ。そしたらお花のところをちょっと黄土色でも塗ってこっか、枯れちゃったよって感じで。さあこれからです。ちょっとね、藍色でね、ここのね、ほら、針があるでしょ、取り立てのには針がある。それからこういうチューブの、あ、これは白じゃなくて、これが白でした。チューブの白を梅皿に取り、少しでいいよ。おお、たくさん出た。そして鉛筆の芯で、鉛筆の芯でいいからつけて、ちょんちょんとこの黒い上にちょん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 、そう、そうするとちょっと触って上ピッとこう上げるといいですね。あと針のようになりますね。ちょ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 、この針はですね、この尻尾の方ないよ、お腹の真ん中辺にありますからね。はい、かけました。そしたらこのままでもいいですし、影をつけてもいいです。影をつける場合は本藍でこうして置いてあるところをちょっとね黒くしてみます。そうするとなんかこう置いてあるって感じがしますね。さあこれ朝どりきゅうり、美味しそうに描こうか。いただいたらすぐ描いて、これをありがとうって出したら、また今度はナスが来ると思いますよ。そう、はい。朝どりきゅうり、おいしそうと、暑さのお見舞い申し上げます。を書きました。ありがとうございました。お手紙お待ちしています。